ウィズがクエストに一緒に来るなんて珍しいですね。皆さんには日頃お世話になっていますから、お役に立ちたいなと思って。ウィズはもともと凄腕の冒険者だからな。手伝ってくれるのならありがたい。それにしても一撃ウサギはどこですか？しばらく待っているのに全然出てこないじゃないですか。あ、それならちょうどいい魔道具を持っているので使ってみましょうか。ウィズが言ういい魔道具って嫌な予感が。不安なんですけど。いつもウィズの魔道具のせいでひどい目に遭わされるじゃない。おい、よせ、それフラグ！ぴょん。どうしたんだ？ウサ耳なんかつけたりして。これ、かわいいですよね。いや、まあ、可愛くはあるけど、それが何なんだ？これは、ただ可愛いだけのウサ耳ではないんですよ。この耳をつけていると、ウサギたちが仲間だと認識して近寄ってくるんです。ウサ、ウサ…見ろ、一撃ウサギだ。この魔道具の効果だろうか。ウサ、ウサ、ウサ、ウサ…また増えました。本当にウサギを引き寄せてるようですね。確かに今回の討伐クエストにおいてはかなり有効な魔道具かもしれないな。そうなんです。役に立つんじゃないかと思ってこっそり持ってきて。ウサ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 。でかいのも来ましたよ。それになんだか様子が。ウサウサウサ。ちょっと一撃ウサギたちがウィズに群がっていくんですけど。ウィズ、ウィズ。なぜ襲うんですか？私は仲間ですよ。やべ、角でつかないでください。入った。ウィズ大丈夫か？一撃ウサギの群れの中に埋もれて。だがちょっと気持ちよさそうだな。私も。そんなこと言ってる場合か。助けるぞ。このスバ、このスバ。エクスプローション。はあ、危ないところだったな、ウィズ。ありがとうございました。こちらこそ礼を言う。あの一撃ウサギの群れの中で受けた鋭い一撃、なかなか悪くなかった。こんなはずではなかったんです。耳をつければ動詞の生物が寄ってきて仲良くなれると説明書に書いてあったのに。なあウィズ、説明書を見せてくれよ。どうぞこちらです。このウサ耳を装備するだけで同族が装着者を仲間と思い近寄ってきます。ん？その下に小さい字で何か書いてあるな。可愛さ余って憎さ100倍、仲良くなりたいと思う以上の憎しみを抱かせるので襲ってくる可能性は大ですって。やっぱりポンコツアイテムじゃねえか。こんなのつけても襲われるだけだ。ほえー、そんな注意書きがあったなんて。ウィズの魔道具だものね。私は最初からこうなるって分かってたわよ。どうしましょう。いい魔道具だと思って大量に仕入れてしまったんです。見てください、これを。ウサ耳だけじゃなく犬耳、猫耳、クマ耳、耳シリーズを大量に仕入れてしまって、またバニルさんに怒られてしまいます。まあ自業自得ですね。耳シリーズ。もしやクマ耳をつければ一撃クマが寄ってくるのだろうか。おいダクネス、
間違ってもその魔道具を譲り受けようとか言うなよ。そしてビーズ、この魔道具はどう考えても危険だ。返品するしかない。ですけど。俺も一緒にバニルに説明するよ。あまり意味はないかもしれないが、使った本人たちが言えば説得力も増すかもしれないしな。ありがとうございます。とっても心強いです。カズマさんがいればバニルさんも殺人光線を撃ったりは。バニル式殺人光線、やっぱり意味なかったか。このポンコツ天使が。返品も無料ではないのだぞ。無駄な手数料と送料を払わせおって。ごめんなさい。この芝、冒険の軌跡をご覧になりますか。